今回紹介するのは、66アクションウルトラマンの第2弾4種類です。えー、価格は1個380円となります。以前発売された66アクションウルトラマンシリーズの第2弾ということで、今回はウルトラマンタロウ、ウルトラマンレオ、そして平成ウルトラマンのウルトラマンディガ、そしてウルトラマンレオのライバル、マグマ星人の4種類がラインナップされています。 仮面ライダーなどではおなじみのデフォルメされたミニアクションフィギュアなんですけれど、えー、今回はタロ、レオ、ティガ、そしてマグマ星人の4種類がラインナップされています。ちなみにこの4種類はすべてウルトラアクトでも発売されているウルトラマンと怪獣でもありますね。はい、そして4種類箱から出してみました。基本はフィギュア本体とこのような形で台座ですね。それに交換用手首が付属している形になります。 パッと見た感じなんですけど、まず、あ、太郎とレオはですね、えーまあ、顔はね、よくできてるんですけど、ただ、目がね、あの黒目がないんで、ちょっと怖いかもしれないですね。ウルトラマン・ティガーは、えー、顔はね、シルバーの塗装がされてるんですよ。第1弾のウルトラマンが、実はね、全部ね、グレー色だったんで、ちょっとそこが残念だったんですけど、ティガーはね、えー、顔の方はね、シルバーでできています。ただね、やっぱり体の方はグレー。 の成型色であと背中の塗りは結構省略されてますねあとあのティガーはガッツウィング1号が、えー、付属していますそして今回唯一の怪獣枠マグマ星人なんですけれど、えー、サーベルと鍵爪ですねが付属していてそれ以外に交換用の普通のノーマルの手首が付属していますでマグマ星人の場合はやっぱり、あのー、シンプルなんで背中の省略とかも全然ね気にならないですね 稼働に関してはあ、ウルトラアクトを小さくした、えー、ような感じだと思ってもらっていいと思いますね。えー、こんな感じでストリウム光線とかゼペリオン光線、あとはレオキックなんかがね、こういった感じで決まります。ちなみに今回発売された中で僕の一番のおすすめはウルトラマンレオですね。えー、こんな感じのね、なんていうんですかね、構えポーズ用の手首がついていたり、で あとは、レオヌンチャクが付属してますので、今回発売された4種類の中では一番遊びの幅が広いと思います。<laughs> ということで、66アクションウルトラマン第2弾の簡単な紹介でした。えー、前回のね、ウルトラマンに比べると、えー、カラーリングがね、あのー、確かグレーでちょっと不満だったんですけど、そこが改善されていたり、あとはね、レオヌンチャクみたいなね、ボーナスパーツが出てたりしてね、今回の方がね、結構出来やいいかなと思いました。 あとはこれワンコインで買えて場所もねそんなに取らないんで本当にね小さいちょっとしたスペースにこう飾るフィギュアとしてはいいものじゃないかなと思います。